みんなが運動するようになるっていうのが実は東京オリンピックの隠れた目的の一つなんです。これから実は2035年問題みたいなのが、今度はそういう問題が出てくるんですけど、10年ちょっと後に何が起きるかっていうと、団塊の世代の人たちが大量にいなくなるんですよ、うん、それはもう今すでに団塊の世代の人たちって80歳近く後期高齢者になってるんですね、うん、ここから10年90歳じゃないですか。やっぱり平均寿命を超えてくるんで、今のここから10年っていうのはその団塊の世代の人たちを見取っていく10年なんですよ、うん、そうすると急速に保険診療とかそういったところのビジネスが縮小してくるんですね。今もうすごい勢いで減ってますけど、だって今年70万人、はい、出生数が、うんうん、僕らの頃200万人生まれてましたから、うん、毎年3分の1とかになってるんで、はい、どんどん人口減になっていくんですよ、うん、そうすると保険診療のマーケットって急速になくなっていって、医者が要は病気になった人を治療する医者っていうのがだんだんいらなくなってくるんですよ、うんうん、じゃあ医者も看護師もみんな余ってくるんですよ。そこっていうのが、はい、このまま進むと10年後にはそうなりますよってことです、うん、今のペースで。だから国は確実に予防医療の方にシフトするはずなんですよ。うん、で高齢化進むと、うん、その今までのように運動もしない、食事もなんかいい加減、生活習慣ダメみたいな人が寝たきりになって、はい、高額な医療費をどんどん使っていかれると困るんで、うん、社会保険料とかそういったところが破綻してくるんで、福祉予算みたいなところが破綻してくるのは間違いないんで、だからそこはあの予防にシフトしようってなってくるはずなんですよ、ここ10年で、うん、そうすると一番大事なのの一つはスポーツなんですよ。これから一般の人たちがスポーツに触れるっていうところめちゃくちゃ重要になってくるんですよ、うん、だから東京オリンピックだったんですけどね、コロナになっちゃって1年延期して無観客になっちゃったでしょ、はい、あれがきっかけになってみんなが運動するようになるっていうのが実は東京オリンピックの隠れた目的の一つなんですよ。1964年に初めて東京オリンピック開かれたでしょ、閉会式だっけの日が体育の日だった。10月10日が体育の日になったのはオリンピックきっかけなんですね。でオリンピック選手を見て俺も運動しようってみんな思ったの、うん、運動の素晴らしさを知って自分も運動しようってなって、うん、国民的に運動するようになってみんな健康になっていったんですけど、それをもう一回やりましょうっていうのが実は東京オリンピックもう一つの隠された目的だったんですが、うん、全くそうならなかったところ不運ですよね、うん、っていうことがあるので、はい、これからスポーツ産業って僕はもっと盛り上がると思って、うん、特に見るだけじゃなくて自分がやるっていうね、参加型プレイするっていうことですね、はい、それがこれからキーワードになってくるんで、人工芝とかこういったところのマーケットってめちゃくちゃ広がってくると思うんですよ。